様、こんにちは。パパスニュースの時間がやってまいりました。本日のお題は、ペットと泊まれるワンフロア貸切プラン。当社が手掛けるパパスリゾートオーシャンビュー鎌倉。鎌倉にある一軒貸しの宿なんですけれども、ここをですね、担当の当社岩越とともに、動画や画像を見ながらいろいろ質問してまいりたいと思います。それでは岩越さん、ご入場いただきます。皆様こんにちは。パーパスリゾート予約センターの岩越と申します。本日こんにちは、よろしくお願いします。はい、こちらですけども、パーパスジャパンが手掛ける、宿泊施設となりまして、新潟の越後湯沢と、あとこちらの神奈川県の鎌倉の方に、オーシャンビュー鎌倉という形で2つの宿泊施設を手掛けております。本日はこちらのオーシャンビュー鎌倉のちょっとご紹介をさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、流れとして、先日岩越さんが現地に行って撮ってくれた1分ほどの短い動画ですね、それを使いながらちょっとチェックインの説明とかいろいろして、その後お部屋の中ですね、これ写真見ながら、いろいろ注意点とともにお話してまいりたいと思います。それではですね、動画の方、機械の方お願いできますでしょうか。はい、はい、動画出てまいりましたね。ヤクさん、はい、これ外観ですか。あ、そうですね、外観で、一つの、ビルといいます、4階建ての建物になってまして、今ちょっと1階がですね、この日がちょっと木曜日で営業していなかったんですけど、はい、ペットショップが通常この下に入ってる。へえ、はい、すごい。で、上の2階、はい、そうなんです、2階、3階、4階がこちらの宿泊施設になっております。今ちょっと階段を上がってきまして、はい、はい、遠くに見えてるのはゴミ箱かなんかですか。あ、そうですね、宿泊者様用の、ゴミ箱になりまして、使い方とは、室内のものになりますね。ちょっと曲がりまして、はい、今目の前にあるのがこの無人チェックイン機です。こちら、宿泊施設が無人の宿泊施設になりまして、皆様まず建物に着かれましてから、はい、各自でチェックインの手続きをしていただきます。あ、なるほど。この無人チェックイン機を使ってゲストさんが、はい、チェックイン手続きをするってことですね。はい、そうなんです。なるほど。はい、まあ、見やすい、分かりやすいところにあるので見落とすことはなさそうですね。そうですね、はい、はい、こちら今右側にですね、宿泊されるお客様へのご案内という形で、何かあった時の緊急連絡とかいったものが書いてあります。で、これ今ちょっとすみません、はい、下にあるのがチェックインマニュアルに沿ってタブレットでチェックインしていただくんですけど。ああ、なるほど。このマニュアル、はい、に沿って、はい、皆さんチェックインしていただく形です。なるほど。はい。はい、ああ、ここに How to が書かれてるってことですね。今、ちょっとこういったコロナの影響で、海外のお客様いらっしゃってないんですけども、言語は日本語であったり、韓国語、中国語、英語でそれで対応してまして、今、こちら日本語の。なるほど、言語表示からできるタブレットですね。はい、これなんかその隣とかに消毒液が置いてますけど、これを各自でしながら入っていただくっていう形。そうなんですね。通常も、通常のホテルであれば、チェックインの時に、カウンターの方であったり施設の方がやっていただくんですけども、こちら無人なので各自で消毒液と、はい、あと検温器をですね、一人様ずつ検温していただくっていう形になります。はい、わ、はい、かりました。今これは、はい、で、皆さん予約されますとですね、皆さんの予約したメールの方にですね、こちらのパーパスリゾートの方から、はい、チェックインに必要な予約コードが送られてきます。で、その予約コードのメールチェック、はい、開けていただきますと、予約番号かもしくはQR コードで、はい、そのメールが届くんですけども、はい、そのどちらかを、入力いただくか QR コードをかざしていただくと、皆様の予約画面切り替わるという、このタブレット。なるほど。航空会社のオンラインチェック、インターネットチェックインみたいな、そんな感じですね。近いような形ですね。はい。はい、事前にですね、到着までに、ちょっと止めてもらっていいですか。こちらのパーパスリゾートの方から予約メールが届きまして、はい、宿泊者情報入力のお願いという、メールが届くかと思うんですけども、はい、今、タブレットでですね、一人ずつお写真を撮っていただいて、あと、身分証明書の、提示を、タブレットにかざしていただく、このような形でかざしていただいて、あと、検温器の体温をかざしていただくという形
ああ、なるほど。はい。ちょっとこの手続きが、まあ、この施設ちょっと外になってしまうので、はい、1、2名の方であれば割と、まあ、早く終わるんですけども、ちょっとこう、6名とか、ちょっと大人数のお客様も多分いらっしゃいますので、ちょっとその辺、はい、ちょっと時間が、一人一人撮影してっていうのに時間かかってしまうので、大人数の方はあらかじめですね、こういった個人情報等をですね、事前のこちら、弊社から送る予約メールのところで、から入っていただいて、その個人情報登録できますので、そしていただいた方が当日のチェックインがスムーズになりますね。なるほど、ますます航空会社の事前チェックイン的なものですね。そうです、それに近いです、ね。あらかじめインターネット自宅でプレチェックインをしておけば、はい、当日ここで、はい、6人全員がこう個人 ID スキャンとかそういうのをしなくてもスムーズにいくってことですね。はい、その手続きはちょっと短くなるので、ちょっと遅くなるのでね、はい、この時期の冬ですとちょっと寒い場合もありますけど、うん、そうですね、はい、うん、なんかエラーがあった場合もちょっとなんか頼りないですしね、ここでぶつけ本番でやるっていうのも。そうですね、はい、うん、じゃあ事前にご自宅でプレチェックインを推奨するってことですね。わ、はい、かりました。はい、はい、はい、でこの一通り作業が終わりますと、はい、鍵番号がそのタブレットで発行されます。でその鍵番号を一瞬ごめんなさい、そうですね、こちらのお部屋のところの、はい、リモートロックと言われるちょっと機械ですね、番号をご入力していただいて、はい、ゆっくりですね、ご入力いただいて、うん、全部入力終わりますと、左側のこの部分が、ね、扉が開くという。ビート開きますので、音が鳴ります。なるほど。はい、はい、わかりました。動画自体すごい短かったんですけど、まあ、これが部屋に入るまでのプロセスということですよね。はい。で、はい、じゃあ次、このお部屋に入った中の、映像、あ、それは映像がないので写真を見ながらですね、一枚一枚説明してもらいながら進みたいと思います。はいはい、ちょっと、写真の方に切り替えますので少々お待ちください。出てきましたね。はい、はい、これがリゾートの円形ですね。はいはい、これ目の前が、うん、うん、はい、海浜公園で、まあ、由比ヶ浜の手前にある公園なんですけど、本当に公園の目の前に目の前が。見晴らしいですね。見晴らしいです。うん、はい。これ、奥、海ですか？はい、もう海岸、鎌倉の海岸です。湯が。なるほど、はい。オーシャンビューというだけあって、はい、これ、結構上の方から見ると、もう、シービューですか？そうですね。4階は、一番見晴らしがいい感じになってます。うん、そう、はい、この建物1棟全部で貸し切りっていうことなんですよね。いえ、フロアごとの貸し切り、うん。あ、フロアごとの貸し切りになるんですね。はい、2階、3階、4階。はい、2階、3階っていう形で。はい、それぞれ。はい、わかりました。はい。はい、次の写真お願いします。はい、キッチンですね。結構しっかりしたキッチンで、電子レンジもついてますね。ついてます、はい。まあ、必要なですね、こちら、まあ、無人宿泊施設で、基本的に、まあ、食事等は、まあ、ご自身でやっていただく形ですので、はい、まあ、それに必要な道具とか、はい、まあ、カトラリー、食器類も全部揃って、うん、全部揃っておりますので、はい、はい、近くにスーパーとかあるんですか？ございます、ございます、はい、うん、鎌倉駅から、はい、歩いても来れます。あ、そもそもこのリゾートは、最寄り駅から徒歩どれぐらいで？はい、ですね、江ノ電の、鎌倉から一駅の和田塚という駅がありまして、はい、そこから徒歩6分の、あ、徒歩6分アクセスです。はい、ただ鎌倉駅からでもですね、ゆっくりと、まあ、散歩を楽しみながら歩いてこれる距離で、はい、まあ、16分歩いて15、6分ぐらいの距離になるんですけども、はい、まあ、道中ですね、スーパーもありますので、はい、まあ、食材を調達しながらこういう散歩を楽しみながら、はい、いいですね、はい、うん、鎌倉に住めるってなかなかね経験できないですから。そうですね、暮らすように旅するというのがこちらの。そうなんですね。はい、わかりました。はい、あ、ちなみに今列車の方の説明いただいたんですけど、まあ、最寄り駅から徒歩6分ですね。はい、お車で来られる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、駐車場というのは定型であるのか、はい、それとも、ですね、定型は特になくてですね、施設にもちょっと駐車場のご用意ないんですけども、はい、周辺にですね、今先ほどちょっとご覧いただいた海浜公園の地下が駐車場になってまして、はい。はい、私が一番近いので、よくお客様にはご案内をしております。はい、あ、なるほど。はい、車でも来ても問題ないよということですね。はい、わかりました。施設の周辺の駐車場情報につきましても、はい、
宿泊日が近づいた時にですね、メールの方で、はい、そのチェック日のご案内と合わせて、添付で資料をお送りしておりますので、はい。わかりました。まあ、基本的には、スタッフとのメールまたは電話のやり取りなので、ご不明な点はもうすぐ何でも、聞いてもらえればってとこですよね、はい。何かありましたら、はい、リゾートの予約センターであったりと、はい、あとメールアドレスでお送りいただければと思いますので。はい、わ、はい、かりました。で、次の写真お願いします。はい、もう、ダイニング。はい。これちょっとその、今、写真用にこういうちょっとセッティングをしてるんですけども、まあ、はい、キッチンの、下にありますので、はい。結構大人4人が座っても十分広いダイニングキッチン、ダイニングテーブルですね。そうですね。はい、ソファーもあり、はい。はい。ちょっとリッチなステイができますね。なるほど。はい。次お願いします。お、炊飯器。はい、うん。米だけ持っていけばっていう。そうです、そうです。もう米。イタリアで作ってるんですね。まあね、一泊とかですと、割とまあそこまでね、はい、なかなかそう室内で自炊っていう選択肢もないかもしれないですけども、まあ、考え方によってはですね、はい、今、ワーケーションなんていう、まあ、長期ステイで、ステイの方もご利用いただいておりまして、はい、そういう方には、こういった自炊もしっかりできるので。はい、そうですね、はい。炊飯器があるのはかなりレアですよね。そう、まあ、コンドミニアムですので、うん、もう何でも、はい。すごいですね。なんか、海外だとね、電子レンジ、電気ポットぐらいはあるんですけど、なかなか炊飯器なんて持ってのほかないので、やっぱり、ね、日本ならではのサービスですね。そうですね。はい、驚きました。次お願いします。あ、これが、本当に。人数分の、まあ、お皿とご用意ございますので。はい、鍋もあって、なんか持っていった方がいい、塩コショウとかそういったものっていうのは、あ、そうですね、ちょっと調味料っていうのがちょっとご用意ないので、うんうん、はい、ちょっとご自身で調達していただく必要がございますね、ちょっと、うん、はい、なるほど、はい、冷蔵庫ってちなみにあるんですか？あ、ございます、今先ほどの、はい、ですね、ちょっと、うんうん、かな、ちょっとひそ、あ、そっかそっか、はい、このちっちゃい。ここが、はい、ああ、これ冷蔵庫ですね。冷蔵庫ですか。なるほど。じゃあまあ、長期で、数日間滞在するってことなら、あらかじめ必要そうな調味料とか食材をこの冷蔵庫に入れておいて。そうですね。うん、はい。はい。まあ、でも、最寄り駅から徒歩6分ってことは、ちょっと作るのめんどくさいなって時は、十分町まで行って、お店で食べるとかっていうのも近辺にもいろいろそういうお店あるんですよね。ございます、ございます。もう鎌倉はもうそういったお店は多いので、うん、はい、いろんなスタイルに合わせて、うん、まあね、ご自身でスーパーで調達して料理を楽しむっていうのもあると思います、はい。メリハリつけた滞在ができるってことですね。わ、はい、かりました。はい。で、ちょっと写真の方戻っていただいて。はい、これはまあ先ほど今、ダイニングテーブルをちょっとこちらに外して、はい、まあ、今同じリビングなんですけども、あ、なるほど、はい、はい、このソファーが、まあ、まあ一つお一人様分のまあベッドにもなるというような、ああ、はい、夜はこれを解体して、はい、そうですね、うん、ソファーベッドになるってことですね、はい、なるほど。そしたら基本的にはまあ、ベッドルームって別に多分出てくると思うんですけど、はい、 そうなんです、はい、そのベッドルームで2名大人が寝れて、さらにこのソファーベッドで1名寝れて、はい、マックス3名入れる感じですか？あ、ですね、あと奥によ、うん、まあ、この後写真でも出てくるんですけども、はい、ダブルベッドが2台洋室にございまして、ダブルが2台あるんですね。はい、ダブルが2台。はい、うんうん、で、あと和室にお布団が 3枚引ける。すごいですね。はい、最大何名入れるんですか？ですね、店員としては9名で歌ってるんですが、うん、はい、ちょっとそのダブルベッドを、まあ、2名で使用、ダブルベッド2台を4名で使用するとかっていう、使用すればまあ9名とかでいけるんですけど、うん、マックス、マックス、はい。おすすめの人数としてはですね、はい、6名ぐらいが一番ちょ、大人6名ぐらいがちょうどいいのかなとは思います、ね。そうですね、ダブルベッドで、はい、布団3枚とこのソファーベッドで。うん、はい、なるほど。いいです、ね。まあ、やっぱりご家族であったりとか、まあ、ご友人同士とか、はい、それぞれ、
構成も変わってくると思うので、はい、はい、その辺はちょっとこう、まあ、臨機応変に答えた。なるほど、わかりました、はい、はい。お部屋の平米数とかって分かったりします？ですね、うん、これで面積 54.52 平米ですか、ね、ああ、54平米、はい、約55、はい、割と広めのワン、あの 2LDK バスバルコニー、はい、うん、だいぶゆったりしてますね。はい、じゃあ次の写真を。洗面台、こちらは洗面所ですね。で、はい、この洗面所の下がまあ収納になってるんですけども、はい、まあ、これ今ドライヤーがちょっとついてます。こっち開いていただくと、うん、あの備品類がたくさん、あの、まあ、シャンプーとあのあるんですけども、はい、その替えとか、はい、はいはい、いろんなものの備品がここの下に入って。ああ、なるほど。え、じゃあアメニティ、シャンプー、リンス、石鹸、ボディーソープ、はい、ボディーソープの用意があるんですね。ございます、ございます。で、タオルもあるので、タオルも2つ分ご用意しますので。ああ、はい、じゃあホテル的な感じですね。そうですね。うん、ホテルは、あ、ごめんなさい、タオルはもうあれですよね。タオル交換とかないですよね。なすで、はい。あらかじめもう、うん、あの、ご予約いただいた5人数分のタオルをセッティングさせていただいて。うん、なるほど。で、その滞在に対して1人1枚っていう形で。そうです。で、うん、まあ、この後もできます。乾燥機付きの洗濯機が出てありますので、あ、まあ、長期滞在の方はご自身で、はい、あの洗剤もありますので、はい、洗濯していただいて使います。なるほど。じゃあ、まあ、持っていかなくていいよっていう、まあ、汚れ気になったら洗っちゃえみたいな、はい、そういうことですね。そうです、そうです、そうです。はい、わかりました。はい。はい、次、お願いします。お、洗濯機。これはそうです。本当に、もうなんか、かゆいところにすべて手が届く。驚くほど。すごいですね。まあ本当に今年のですね、はい、この鎌倉オーシャンビューはあの今年の4月にオープンしたばかりなので、はい、本当に室内がすごく新築物件というか、まあ、新築物件ですね。暮らせますね、うん、はい、はい、なんかふと気になったんですけど、こんだけ揃っててもう本当に軽く一月とかいようと思えば入れちゃうと思うんですけど、はい、宿泊費っていうのは海外みたいに一部屋あたりですか、一人あたりですか？あ、一人様あたりですね。お一人様、はい、はい、ちょっと人数によってもちょっと金額が変わってくるような形になります。うん、なるほど。そういった詳細はホームページとかで確認する。そうですね。ちょっとたくさん、ちょっといろんなプラン、うん、皆様のスタイルに合わせてプランご用意しておりますので、はい、一度ちょっとご興味ある方はご覧いただければと思います。わかりました。はい。ね、はい、お風呂もしっかり、マンションのお風呂並みに、うん、いいですね。はい。これバスタオルですね。はい。はい、バスタオルとフェイスタオルがつくと。はい、そうです。はい。あ、これが今、ちょっと先ほどした、洋室の、はい、ダブルベッド2つですね。ああ、へえ、いいですね。うん。十分広いですね。はい。はい。これ、スリッパですか？カゴに入っているのは。カゴに入ってるのはうん、タオルです。あ、タオルですか。はい。うん、はい。うん、広い窓。ああ、オーシャンビュー。これはそうですね、4階からの眺めですね。4階のフロアが一番まあ眺めがいいです。予約の時に4回希望とか3回希望とかそういった形でリクエストはできるんですか？あ、希望というよりはもうその。お部屋ごとにやっぱり料金がちょっと異なりますので。あ、そうかそうか。はい。はい、そのプランで、その指定で、はい。これが、ちょっと和室の、うん、なりまして、ちょっとテレビがついてまして、で、はい、ここのちょっと画面から切れてしまったんですけど、ちょっと左側にですね、布団の収納がありますので、はい。はいはい、こちらね、和室にその3名分の布団を敷いてっていう。うん、はい、なるほど。いろんな使い方ができますね。はい、次の写真お願いします。あ、これが最後ですね。はい、うんうんうん、なるほど。はい、そうですね、かなりもう身一つで行って長期滞在できちゃうみたいな、そんな感じのお部屋でしたね。はい、まあ一番のこの宿の売り
ペットと一緒に泊まれるってところかなと思うんですけど、なかなかないですよね、はい、ペットと一緒に泊まれる。そうなんです、やっぱりですね、うん、当初ですね、こちらの施設ももともとペットと同伴できる宿泊プランで用意してなかったんですけども、はい、ちょっと弊社のご利用いただいているお客様の奥からですね、ちょっと、まあ、やっぱり都内の、はい、近郊にちょっと宿泊するときに、なかなかその愛犬一緒に泊まれるちょっと施設、宿泊施設がないのということでご相談いただいてまして、はい、その声をもいただいたので、はい、こちらちょっとせっかくですからということでご用意させていただいて。あ、お客様のリクエストから始まった企画なんです。多かったんですよ。で、はい、実はまあこのペットと泊まれるプランというのがですね、この鎌倉の場合ですね、はい、2階のフロアのみそういったずっとプランで販売しているということです、うんうん。はい。はい、で、このペットのプランに関してはですね、はい、ペットのケージと、あとゴミ箱と、あとペット用のトレー、はい、それが、ね、2階のですね、寝室にちょっと備品を収納してますので、ご利用になられる方はそちらをご利用いただけるように用意してます。なるほど。本当に至りり尽くせりですね。はい、なんかおそらくお泊まりいただいたお客様、冒頭で流れたスライドショーのお写真も、そのお泊まりいただいたお客様からご提供いただいて。そうなんですよ。はい。ね、で作らせていただいて、ぜひ良い機会なので、そのいろいろね、なんかおすすめの過ごし方、ペットとここ行ったらいいよみたいな、そういった過ごし方も提供いただいたので、ちょっとこの画面で共有させていただきたいと思います。当社のインスタグラムのアカウントにご投稿いただいたものなんですけれども、ちょっとインスタグラムの紹介も合わせて、ご覧いただきたいなと思います。ちょっと設定しますね。こちらが当社のインスタグラムのアカウントになりますね。この最近の投稿ですね。ちょっと下スクロールしていただいて。あ、このワンちゃんですね。これ。はい。はい。こんな感じで、さっきのご覧いただいたスライドショーなんですけれども、これちょっとご紹介したいなと思います。ソファーとか、和室とか。かわいいですね。はい。いろんなところのショットがあるんですけど、これはあれですね。海浜公園からの。はい、海浜公園。はい、伸び伸びと走り回る姿が印象的です。やっぱり鎌倉はですね、まあ、この由比ガ浜もありますし、はい、ペット同伴のお客様にはもう本当に抜群の、抜群ですね。になってますので、うん、はい、こう海が見えてるんですね。はい。はい、伸び伸びと。鎌倉ならでは。鎌倉巡りしたり。はい。はい、散歩したり、近くにね、このハイキング、初心者でも行けるようなハイキングコースが、あ、へー、はい、40分ぐらいの本当に簡単なハイキングコースもあるので、はい、一緒にこうワンちゃんと一緒に散歩するのもいいですし、うん、はい、なるほど。でこの今見えてますコメント欄の隣にですね、おすすめの過ごし方っていうのをこうご提案いただいてますので、そうですね、そこぜひ YouTube と YouTube の概要欄にですね、Instagram のアカウント、リンク貼っておきますので、ご参考になさっていただきたいなと思います。こちらのですね、お客様もそのコメントでいただいてるんですけども、鎌倉はですね、割と本当ペット同伴が OK なですね、飲食店も多いので、割と方もハイキングの道中にちょっとお茶をしたりとか、この方の朝食の、まあ、これ施設から近いレストラン、はい、カフェなんですけど、朝からオープンしてまして、はい、まあ、ペットと一緒に朝食を楽しんで、いいですね。いろんなそういうインフラが整ってるので、いいですね、いいですね。なかなかね、まず旅行ってなるとペット飼われてる方、ペットどうしようっていうところから始まると思うんですけど、はい、ね、そんなにこう都内から遠くなくこんな感じで非日常体験ができる、なかなか、まあ非日常、まあ日常ですけどねご飯作んなきゃみたいなところあるんで、まあでもいいリフレッシュになるかなと思います。はい、ありがとうございます。あとなんかちょっと今回ですね、YouTube ご覧いただいたお客様、視聴いただいた方向けに、ちょっとスペシャルサプライズがあるということで、そのご紹介をしていただきたいなと思うんですけれども。はい、ですね、こちら、はい、今回この、まあ、YouTube ご視聴いただいたお客様にですね、はい、通常プランのところから 10% オフでご宿泊いただける、はい、はい、ちょっと特別割引の
ちょっとご案内をさせていただきます。はい、ちょっと後ほど、ちょっとね、このカメラ、そうですね、ここに、はい、パスワードを表示しておきますので。はい、割引のキーワードを、載せますので、DM 限定の特別割引プランというプランをちょっとホームページでご用意しておりますので、はい。はい、そちらご予約いただく際に、備考欄にですね、その割引キーワードをご入力いただければ、はい、10% オフでご宿泊いただけますので、はい。ありがとうございます。はい、ね、今後もこういった形で有益な情報をいろいろ発信していきたいなと思います。そうですね。もう本当に鎌倉は、はい、もう本当もう四季、それ、折々、はい、楽しみ方が違いますし、はいうん、なんでしょうね。まあ、今回ちょっとペットプランという形で、ご案内させていただいたんですけども、はい、本当にこの無人宿泊施設なので、まあ、ご家族であったりとか、仲間同士、はい、ゼミの仲間同士卒業旅行でもいいですし、はい、先ほどちょっとお話ししたワーケーションという使い方もありますので、うん、いろんな使い方で、はい、ご利用いただければと思ってます。そうですね。はい、まあ、パパスリゾート実は鎌倉以外にも新潟にもあるんですよね。はい、新潟はクラっていう、越後湯沢のクラっていう、ちょっと今回のシティタイプの宿とはまた趣が異なる。ぜひ、第2弾、そうですね、今、越後湯沢は本当にシーズンでスキーのお客さん、はい、たくさん、ね、泊まりいただいてるんですけど、うん、また別の機会にご紹介させていただければと、はい、ですね。これからだと、スキーシーズンで、なんかそこ泊まると、スキーのリフト券割引とかもあるとかいうふうにね、聞いたんですけど。そういう、はい、プランもご用意しております。はい、リフト券の月のプランをご用意しております。はい、そうですね。また、年明けにでも放送を検討しておりますので、ぜひ、はい、当社チャンネル登録していただいて、有益な情報をゲットしていただければと思います。はい。はい。本日はいろいろありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ最後にですね、当社パーパスジャパンの、まあもともと当社は旅行会社なんですけれども、まあ最近いろんな事業を手掛けておりまして、そのうちの一つパーパスリゾートという形で、放送させていただきました。ちょっと最後コマーシャルはですね、旅行にちなんだコマーシャルになるんですけれども、そちらをご覧いただき、終わりとさせていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。あなたの旅の目的は何ですか？私どもはお客様の予算、日程、目的に合わせて様々な旅の企画をご提案させていただきます。そして何といってもパーパスジャパンが誇れるのが海外にネットワークを持つ手配力。現地に精通したスタッフが思い通りの安心な旅をお作りいたします。お見積もり、ご相談は無料。詳しくはホームページをご覧ください。パーパスジャパン。